ちゃこんにちは。気になるね。気になることたくさんありますね。気になる。最近ではさ、何気になりますか。ないのか。ないですか。新しい気になったのは、視覚回復が人から知らされるというね。まさかのです。まさかの。でやっとこの症状みたいな。来ました。来た。おめでとうございます。まあまあその程度だよ。その程度ですか。気になるのはね。なんかね、食とかちょっとこのアイドル。おめでとうとかないんだから。そう。桜咲くとか知ってる？知ってます。桜咲くは高校受験とか、そうそうそう、大学受験で電報でね、はい、昔は。あ、そうなんですか。昔は電報だったんだよ。知らない。今メールとかいっぱいあるかもわかんないけど、ちょっと知らない人多いかもわかんないけど、はい、昔は見に行った人が、ね、遠くの人に電話とかいうの電報で、はい、昔は電報が一番早かったんだよ。そうですよね。だってこのぐるぐる回しながらさ、辺野8万人みたいな。村に電話がかかってきて、へな八幡さんとか言って、もうみんなに知らされてさ。じゃあみんなでお会いじゃないですか。みんなでお会いで、まあそういうあったかい時代があったでしょ。いや、あったかい時代があったんで。あったんですね。いや、それで、はい、そのへな八幡から今度は直電になってから電話だったんだけど、はい、その電話もないと、うん、もうない。ね、そういう時は電報で桜咲くみたいな。それはそれでやっぱ嬉しいものですね。合格おめでとう。いや、でもそれが一番早い方式だったからさ。そうですよね。で、豊さんにも桜咲くのおめでとうの電報というかメールが来て欲しかったな、先にな。そうですね。まさかスタッフからね、知らされるっていうのはあるんですけれどもね。まあ、はい、はい、気になるといえば、はい、ね、これはあのルーキー以外若手で、はい、これはやっぱりいいっていう。それと、うん、もう一つ気になるという。おこいつ大丈夫かみたいな。ちょっと心配系。正気かみたいな。正気か。ちょっと心配系ですね。まあ、ういうのがいい。はい、ね。じゃあ、まあ、はい、ルーキーイヤーというか、まあ、若手の選手。まあルーキーイヤーではないけどね。はい、これからっていう。今年は本当出てくるぞと。まあ、出てきてるけども、これまあいいよみたいな。うん、まず、はい、まず巨人の堀田。お、これはね、やっぱいいわ。あの高身長で、改めてまた言うけど、いや、そうですね、また見たけどこれは魅力あるな。その改めて見てもいいって思うところってどこですか。やっぱね、そのセンスを感じるところってブルペンに立ち姿とかじゃない、うん、はい、それは投げてるボールを見たら誰でもわかるよ、うん、でもあれ、この子がマウンド似合うなとか、はい、例えばアナウンサーでもあるでしょ、うん、マイクを持った瞬間にスッと構えただけで、あ、この子はなんかハマってんなっていう、うん、はい、あるでしょ。あります。もうブルペンに立っただけで、あ、この子はあやるんじゃないかなっていう期待感がある。なんかもうそのオーラさえ持っている、やってくれそうな。あ、菅野が言ってるよね、インタビューで、はい、堀田のことを、将来必ず巨人の18番を背負って投げてんじゃないかって。やっぱ菅野も見てそういうふうに思ってるっていうふうにインタビューで答えてるんだよ、はい、俺もやっぱこうモニターだけだけどさ、はい、この子はいいわ。あ、すごいんですね、やっぱり。その原監督が目をかけて、で松坂さんもストレートがいい、あと村田さん、あのキャッチャーの村田さんも、さらにフィールディングもすごいいいっていうふうにおっしゃってたんですよ。まあフィールディングはいいよ別に。あの高身長でフィールディングだと思ったら、まあ、だからそこもセンスだから。そうですよね。そうそうそう。いや、だから、いや、いいな、ね、改めてもう一度言うけど、はい、いい。いや、トミー・ジョンをすぐしてよかったんですよね。いや、よかったね、うん、ついでに左もやっとくみたいな。左いらない。こんなんやって強い、こっちも強いぞみたいな。左でもいけるぞみたいな。そうそうそう。まあ、それそれですごいですね。まあ、じゃあ本当、あのね、いや、多分今年はやっぱね、出てくんじゃないかなと思うよ。原監督も使うときはスパーンと使うから、はい、これはやっぱ面白いと思う。じゃあちょっとね、ただ肘の状態がね、投げた後だとか、はい、本当にあの、まあブルペンだから、うん、試合で本当に投げた時に肘の状態がどうなるかとかね、まあいろいろテストケースもあるだろうけど、ちょっとオープン戦が楽しみですよね。まあそうだね、うん、だからまあその大事に使おうと思えばさ、はい、寒い外じゃなくて、まあ、ドームで投げさすとかね、はい、まあ、そういう気を使いながらやると思うけど、うん、まあちょっとどんな球を本当に試合で見せてくれるのか楽しみでしょうか、ね、はい、あのその豊さんのいいっていう素材から言うと、本当に良ければどのぐらい、何勝ぐらい、いや、もうね、はい、素質からすると最多勝争い行くぐらいの素質を持ってるピッチャーだよ。
すごいですね。すごい、まあ、セ・リーグでのエースというか。いやそうだよ、ジャパンにもいつか選ばれるような感じで。いやいや、もう、もちろんおお、期待。そのぐらいの素質を持ってる、うん、堀田投手、堀田健伸投手、ね、はい。さあ続いて、はい、ソフトバンク、ソフトバンク、はい、ピッチャーのこれね、まあ去年術後に投げて、まあまあそこそこ投げたんだけど、はい、今年はまたさらにいいね。おお、まあ、一昨年が一番活躍した年ですけど、それに海野博士、はい、ね、フルネームできましたね。そうそう、昔海バンドってあったら知ってる？ありましたね。知らない？知ってます、海バンドって聞いたことあります。それ知ってると年がバレる。おそらくスタッフに海バンドって知ってるって全く知らないはずなんだ。リアルタイムではなく、まあ、こっちの世代だな、違う、残念ながら。あの昔懐かしの映像で見たことあります。そうそうそう、はい、でも海はいい、海の投手、うん、これはね、うん、期待できるね。あのソフトバンクが優勝した年にすごく良かったじゃないですか、ルーキーの年にね、はい、だからそれ、さらにそれを超えてきてくれるような。いやもちろんそうだね、うん、だからちょっと気になった、はい、あとね、アズモ、うん、DeNA、これも術後、まあ、うん、去年投げてね、勝ち投手にもなってるけど、うん、これはね、ルーキー時代のアズマよりはいい、うん、ように感じる、はい、だから今年俺 DeNA がいいって言ってる、はい、だから今永、はい、東、うん、まあ、小園がなんか刺激で、うん、とか考えたら東いい、うん、ピッチャー陣期待ですね、東としてヒット、いやいい、うん、ね、だから非常に期待をしてます、はい、まあそこまでピッチャー、はい、ね、次遠藤、うん、あ、阪神、いや中日をクビになった、はい、今、嘘だよ、ちょっと待って、あれ、当時その中日をクビになった遠藤は俺の後輩だから、ちょっと待って、何してますか？お元気ですか？いくつですか、その方は。いや結構若くて、はい、クビになっちゃった。なんで？いや、で下手だったんだろうな、野球が。そうそうそう、あ、まあ野球しかない、歌下手がクビになりましたみたいな、それ、ね、そういう球団はないから、はい、まあでも阪神の遠藤、はい、この子のね、打ち方っていうのは、うん、いい、うん、なんかね、よくバッティングを勉強してるなっていう打ち方、うん、で形を持ってるから、はい、これがハマっていくと早いなっていう。あ、そうなんですね。そうそうそう、あのね、元山ってヤクルトにいるでしょ、はい、あの子も見た時に、あ、この子はや打ち方知ってんだと思って、1年目、まあ、そこそこ優勝にも貢献したし、はい、ホームランも打ったしみたいな、そういうタイプになってくるね、遠藤は上で使えると思う、ちょっとチャンスを与えると、ちょっと結果を出しそうな、そんな感じがする。誰とじゃ争うことに、遠藤選手、まあセカンドショートだな、だから中野とか糸原とか、あ、まあそういうところだね、まあ、中野が出遅れてるから、はい、うん、そうですね、これはもう勝つ入れるために最初使わねえみたいな、はい、何やってんだお前みたいな、ルーキーの時やったからってレギュラーじゃねえぞみたいな、うんうんうん、まあ、そういうことは言わないよね、あの、それで虐待になっちゃう。いや本当ね、今ね、今は大変なんだ。そうなんですよ。いや違う違う違う、資格回復してるから。そうそうそう、そこは優しく包み込んで、夢を持って話して話をしてあげない。虐待になっちゃいますから。虐待になっちゃう。そう、パワハラ、ね。正座でパワハラになる。いや本当。そうそう、パワハラ。気をつけない。ただ守備とかどうなんですか。あ、まあこれからだと思うよ。そこは、うん、阪神で真似ていい守備者いないから。うん、だから他のチームの守備者を見ながら上手くなっていくと。うん、そうね。でもあの打ち方センスを考えると、はい、やっぱ守備も俺そこそこ上手くなっていくと思う。おお、だから期待してもいいと思う、遠藤選手に、うんうん、そう、ね、他は最後これはね、うん、清原、清原、あ、清原ちょっと大丈夫ですよ、豊さん、清原清宮、清宮、はい、どうしたのみたいな、久しぶりに、ね、はい、フリーバッティングの姿を見た、はい、痩せた、あ、痩せた、そうですよ、ね、スマートになった、ビッグボスだ、やる気を見せた、うん、ね、フリーバッティングが始まった、うん、あらみたいな、どうしちゃったんだみたいな、バットあるかな、え、なんかフォームが変わっちゃったんですか、いやいや、うん、完全に変えたね。え、じゃあなんだろう、自主トレで変わってきた、白から黒に変わったよぐらいの、例えばさ、はい、こうやって構えてて、うん、構えはいいんだよ、はい、こうやって打ち出したの、あれ、上がってます、いや、上がってもいいんだよ、はい、上がって、ここで止めるんだよ、ポーンって、振り切れないんだよ、え、どうやって振り切っていいのか分かんないぐらいの、止めてるってことですか、だから俺がね、よく言えば、うん、バットのこの出す角度を覚えてんのかなっていう、
こういうふうに下から煽る打ち方なんだけど、はい、この出し方を覚えてるから振り切らないのかなとか、うん、そういうことを思ってたんだけど、はい、ずっと打ってるけどスタンドインしないんだよ。ここで止めてそうですよね飛距離落ちちゃってんだからいやだから発展途上、はい、ね、今その進歩の途中、うん、進化の途中であれば、はい、それはそれでもいいよ、はい、でも俺はそうは映らないんだよね。このままで大丈夫かっていうのがまた心配なんだよ。また打てなくなってしまうんじゃないかとか。またって打った時がないからさいやいやそうでしょ、ですよね、打ったことないんだよ。だって2割ファームだって2割打ってないんだから大丈夫。打った時はないんだけど、うん、でもやっぱ素材的には2割8分の40本近く打てる素材なんだよ。だからこのままで、まあ、例えばラオウのところにさ、うん、弟子入りしたとか、はい、いろいろ言うけど、うん、柳田がこうやって打ってないからねちょっと違うんだよ。だからちょっとね勘違い、いややってることはいいんだよ、うん、こうやってこう下から出すって、うん、これはね清宮のパワーからもってすればそれはできないことはない、はい、ただ勘違いをして違う形に癖がついてしまうと、もう今年1年は取り返しのつかないことになる。今年1年取り返しのことつ、ね、つかないことになってしまったら興奮してる。はい、してます。お前珍しく噛んだね取り返しおかしいもん、今日取り返しのつかないことになってしまったらいやもう今年1年で結果出さないと。いやいや、まあやばいね、まあやばいっていうかさ、うん、まだ若いから、うん、あれなんだけど、だからもう一度例えば師匠がいるんであれば、はい、この形でいいのかどうかっていうのはやっぱチェックしてもらった方がいいと俺は思う。コーチ陣はやっぱり選手がさ、はい、いやこれで行かせてくださいって言ったらさ、うん、何も言えないわけじゃん、はい、だからまあいいんだけど、うん、でも俺は、まあ、進化の途中変化の途中だというふうには考えたいけどね、はい、そうですよね、うん、これでやっぱこう形にはめていくと、これが1段階で、うん、こっちが2段階とするんだったらまだ1段階の段階でやってんのかなっていうふうには思いたいけどね、はい、うん、だけど見る感じではなんかこう今のままでは期待はできないよね。そうですね、だからちょっとキャンプをずっと見守りつつ、それが最後の方でそのままだったら違和感感じるような、だからいわゆる素人が見てもちょっと、うん、違和感しかないと、うん、だからそれはだからそこまでの形を取るっていうのは進化の途中なのかなっていうふうに、うん、まあ、俺は思ってるよね。はい、ね、どうなっていくのかもちょっと気になりますけれども、見た時に多分顔が青かったと思う俺は血の毛が引いて豊さんがそう、ああ、あれみたいな感じ、そうそうそう、ちょっとね気になる方ちょっとチェックして、まあそうだね、はい、いただければと思います、はい。